どうもリップセレクトのゆみとまさきだぜ。はい、今日もブラックフレーバーでのコスプレでお送りします。なんかいや、ごめんなさい私の顔を見て大爆笑するのはひどい、すごい、それは失礼ですよ。なんか前にちょっとちっちゃい画面で映ってるじゃないですか、はい、結構活発なことをしてるなっていうのが見えるんですよ、はい、なんか楽しそうだなと思って、うん、今ふと横向いたら、うん、すっごい真顔で、うん、びっくらこきましたその動きをその顔でやってたんだと思って、うん、そうですよ。それは何ですか？マット批判ですか？あの顔で生きてるんですよ、あの人。楽しいことを真顔でやるって、うん、面白いですね。あ、そうですか。ギャップ、まあいいじゃないですか、ギャップ萌えじゃないですか。ギャップ萌えですね、うん、さあ行きましょうよ。はい、行きます。今日は何のモノマネだろう。今日分かりますよ、絶対。行きます。はい、ちょっと待ってください。いや、だって喋ってないよね。喋ってますよ。本当？しっかり字を見て喋ってますよ。お願いします。ちょっと待ってください。本当にわかんないですよ、それじゃ。字幕出てますから。字幕で出させないでくださいよ。いきますよ。はい。全然伝わんないですよ、それ。難しかったです。いや、我々も難しいですよ、それ。伝えるって難しいですね。いや、本当ですよ、もう。そして、いつから始まって、いつから終わって、今どこなのかも分かんないですよ。敵なのか味方なのか、それはすごい分かんないですよ。どちらっていいじゃないですか。敵か味方かってことですか。そうです、そうです。いや、でもどっからどこまで喋ってるかぐらいは分かんないとね。あ、それはあれですよ、うん、ちゃんと目で追いながら言ってたんで。いや、わかんないですよ、わかんないですよ。では今日の楽曲に移りたいと思います。お願いいたします。なんかこれもう 3,4 回やってる気がするな。ガンガンです。ガンガンはシングルバージョンですね。シングルバージョン、はい。ガンガンのシングルバージョンって、あ、ガンがないってだけですかね、違いは。ガンガン的にはアルバムと一緒ですか。一緒だよね、多分な。変わりはないんじゃないかな。ガンがあるくらいですよね、アルバムだと。そうそうそう、ガンとつながってセットで、うん、っていうだけじゃないかな。で、うん、ミュージックビデオはこっちと合わせたんですか。あ、違うか、アルバムの方ですかね。いや、シングルの方だと思うな。シングル、シングル出す時にだってもう撮影してたから。あ、そっか、多分シングルの方じゃないかな。うん、あ、そういえばでもこの楽曲ぐらいから映像を撮ろう、合わせて撮ろうとかしたのかな。そうですよね、ヘブン、ガンガン、うん、ラブフォーメンは結局間に合わなかった。ちょっとしか撮れない、うん、で、その後ブラックフレーバー、うん、クロックワークスとかってね、うん、
っていう風に流れていくんだね、多分ね。そうですね。そうですね。懐かしいですね。なんかあの頃ことこぐらいから小道具がすごくこだわり始めてて、映像に映す用の。ああ、そうそうそう。で、だから音楽よりもなんか小道具の方を頑張っていた記憶が強い。で、その映像を撮るために。映像撮るってことは誰かがこうカメラマン回したりとかしなきゃいけないから、それよりもまたちょっと前に、でそのちょっと前にってことは、じゃあその楽曲を聴かせるから楽曲はもうちょっと前にとっていう風にして、なんか曲がどん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 こう前に作んなきゃいけなくなっていった時期で、ここを境にしてそう行きますよってなってないから、これぐらいの時期の俺の仕事量って半端なかった記憶がありますね。だからガンガンとか撮ってるのが、春ぐらいだと思うんだけど、あれあの頃にはもう多分クロックワークの準備もしてて曲を作っていて、あなたたちをこう散布した、まあ、これがデモだよ覚えておいてとかって、だからハロウィンのあの30のフライヤーラブミックスのあれなんかがもう夏前だもんね、撮ってるのね。夏じゃないもんね、夏は撮影だもんね。そうですね。で、あの時にはもうフライヤーがあったじゃん、なんか足で踏むみたいなシーンがあってさ、だからもっと前に前にって作ってるよね。で4ヶ月半年ぐらい早くこうやって動いている時期だよね、あれね。そうだから大変だった記憶ありますね。はあ、大変でしたね。あなた関係ないじゃないの、僕ですよ。キングが大変でしたね、もうだってずっともうっつてたもん。今の P ですよ。流しちゃダメですよ、 P ですよ。本当ダメですよ。ずっとあのタバコ吸ってました。そうですね、なんかそのイメージがあります。そうですね、それが大変でしたね。お疲れ様でした、はい、そう考えるとだいぶ今楽ですよ。プラモデル作ってるくらいですからね。プラモデル作って後ろに映ってるんですかね、プラモデル。プラモデルではないですね。じゃあ何ですか、何て言うんですか、名前。あ、このプラモデルですか。あ、これはプラモデル。プラモデル。あ、今映像かと思った。違う。これは機動戦士ガンダム逆襲のシャーっていう映画に出てくる。めっちゃ詳しく教えてくれる。サザビーです。シャーアズナブルというキャラクターがいるんですよ。赤髪のシャンクスの声優さんのキャラクターが乗っている。刺さってます。敵なんですね。いや、敵も味方もないんで、基本。あ、そうなんですか。戦争の映画だ、あ、映画とかアニメだから、一応やっぱガンダムが主人公ってこと、ガンダム目線にはなってるけど、戦争だから基本的にどっちがいいものとかどっちが悪ものではなくって、欲しいものがあるんですか、お互いに。とね、地球 VS 地球外の人っていう、あ、外の人がいるんですね。なってて、地球がガンダムなの。けどじゃあその地球出て外に出てる人は悪者なのかって言うとそうじゃなくて、追い出されちゃってて僕らひどいじゃないか、地球に残ってる人たちずるいぞみたいな戦争のお話なの。でもほら子供が見ればただ白いガンダムがいいもので他が悪者に見えるかもしれないけどっていう話です。へえ、深いですね。でシャアが僕誕生日が一緒なんで好きなんですか。好き、まあそれもあって好きなんです。っていう話でした。はいはい。なんかその話みたいになっちゃった。今日では今月今日はこの辺で。ミッドセレクトのあゆみと野崎でした。